皆さんこんにちはレック専任講師の吉澤敦史です今日は令和3年度司法書士試験最終合格者でございます鈴木義恵様にお越しいただきまして合格に至るプロセスもしくは勉強方法などお聞きしていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします それではあの鈴木さん簡単に自己紹介の方をお願いいたします。はい、えー。令和3年度司法書士試験に合格しました鈴木先生と申します。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。いますはい、えー。早速ではございますが、あの鈴木さんがですね、はい、司法書士試験を目指した理由、えーはい、こちらをお聞かせください。はい、えー。数年前に離婚をするにあたって で私手に職がなかったものでまず行政書士試験を受けようというふうに思い立ちまして 1>,、はい、1年で合格することができましたその後あのそうです、ね、ハローワークで行政書士事務所ですねあの探してみたんですけどなかなかなくて。 担当の方に司法書士事務所はどうかということでおすすめいただいてでちょっとご縁がありまして、えー、働かせていただいている事務所の方で司法書士試験にチャレンジしないかというおすすめがあって。 で司法書士試験にチャレンジということになりました。なるほどですね。で働きながらの受験勉強ということですかね。どのお仕事されてましたか。はいえっと司法書士事務所で補助者として働いておりました。その前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 。あ、私がその前ですね。はい。えっとその前私がして結婚前とかです。 基本的に接客業をしておりまして、はい、えと小売店の販売ですとか、はい、あとコールセンターで、はいえー、受信業務ですね、伺った話によりますと、はいあの、お二人のお子さんがいらっしゃる状況で、受験勉強の方ですね、続けられたということなんですが。はいあの 年齢どれぐらいのお子さんでいらっしゃいますか、はいえー、現在、小学校6年生と小学校4年生の2人です。司法書士試験の勉強を始めたときはじゃあそれよりももっと小っちゃかったわけですよね。そうですねはい あの小学校2年生とか、はい、あのちなみにあの鈴木さん3回目の合格でいらっしゃるわけですけれどもじゃ、はい、小学校2年生とかあとプラスで弟さんあ下の子の方が、はい、あの保育園児と、はい、そのような状況で司法書試験の方ですね、はい、あの勉強開始されたということで、はい、あのやはりそのシングルマザーというかですね、はい、そういう状況での学習だったわけで非常に、まあ、あしんどかったと思うんですけれども、はいまあ,あの後でその辺の。はい ところもお聞きしたいと思いますが、はい、あのちなみに、まあ、あの司法書士試験受ける前に、はい、行政書士試験の方ですね、はいえー、勉強されて、まあ、一発で合格されたということなんですが、はい、行政書士試験を経由しての司法書士試験、はいはい、こちらのメリットやっぱありましたか そうですねやっぱりあの行政書士試験も同じ科目民法ですとか憲法、あとは会社法なども勉強しておりましたのでやっぱりと、ね、っつきやすいというかやっぱり少し理解は早いのかなというふうに感じました。 そうですねあのやはり僕もあのクラスで受験生の方を見ていて、まあ、行政書士試験まあ突破された方はやっぱりあのちらほら見受けられるわけですけれどもやはりまあアドバンテージ持った状況で学習開始されているなというふうに思います。やはりあの法律の学習 何がまず最初心というか言葉の壁というかですね,、うん、ですね一つ一つちょっとあの小難しい言葉が出てきますけれども、はい、あの行政書士試験経由されている方はやはりまあその辺あ,のある程度壁を越えられた状態で司法書士試験の方に入ってこられているので、はい、あのアドバンテージは持たれているのかなというふうに思います。ははい、はいありがとうございますそれではあの司法書士の勉強 するにあたって、はい、まあレックを選ばれた理由ですね、はいはい、そちらを聞かかせ願いますでしょうか、はいえー、と現在も勤務しております司法書士事務所の先生が <laughs>、はいえー、レックの卒業生の方がいらっしゃいまして、はい、その方にあのレックはとてもいいよというふうにおすすめいただいたこととうん、うん、あとやっぱり 受験を始めるにあたっていろいろな予備校さんの資料を取り寄せたりですとか実際に足を運んでお話を伺うことがあったんですけれどもやっぱり一番こう親身になって対応していただけたのがレックさんでしたので。 チェックを選ばせていただきました。ありがとうございます。はい。では、あの、先ほど冒頭でお話にも上がりましたけれども、はいはい、シングルマザーとしてですね。はい、あの、受験勉強を続けられたわけですが、はいはい、子育てと、はい、その受験勉強の両立のコツといいますかです。はい、ですか。その子育てしながらの。はいはい ちょっと私には想像もつかないところでございますが、はい、やはり一番問題となるのは時間だと思うんですよね、はい、その時間の捻出、はい、これをまあどのようにされてたのかというところある程度具体的にお聞かせもう、なんていうんですかね、受験始める前から時間がないということはもう確実に分かって。うんうん いたことなのでそれでもいかに勉強する時間を取るかというところでやっぱり最初は悩んだんですけどもやっぱり隙間時間はやっぱり生活している上で出てくると思うので例えば、勤務通勤時間の電車内ですとか補助者として働いていたので外回りで銀行さん回ることがあるんですけどもその間の,その電車内でテキストを読み込んだりですとかあとは、 あの唯一一人でゆっくりできるのかお風呂の時間でしたので、はい、お風呂の中で、えー、テキスト読んでみたり、えー、暗記物を頑張ってみたり、うん、というところでうん、うん、本当にまず隙間時間でいかに勉強できるかというところに気を加わりました、うんうんはい、皆さん聞きましたか <laughs> お,お風呂の中でございますちょっとびっくりしましたけれども、まあ、一つ心配なのがお風呂の中、はい、このテキスト類ノート類濡、はい、れないのかなというのがありますけれども、はいはい、まあこう 湯船でこう,うで、ね、あれですかね上に持ち上げながら読まれてたということでしょうか、ねはいうね、うあんまりあの深くお湯をためないように半分浴ぐらいの感じで <laughs> なるほど一生懸命。なるほどですね。はい、いややはりあのこうスムーズに合格される方の。 まあ一つの共通項としてこの隙間時間の有効活用というのが挙げられると思いますで、まああの一番オーソドックスなのがやはり電車の中とかっていうことになるんでしょうけれどもやはりその塵も積もればということでかなり大きな時間になってくることは間違いないですから、まあ、それをまあ実践するのはまた別の話なんですけど言われたら分かるよっていうのは誰でもそうなんでしょうけど、まあ、実際にそれを あの実行する力があるかどうかというところがあの短期合格の秘訣なんじゃないかなというふうに思います。じゃあの実際その例えば記述式の勉強とかですとやはりまあ机の上に座ってこう書くそういうある程度まとまった机を に座る時間というのがやっぱり必要になってくる、はい、と思うんですけど、はい、そういった時間はどういったた時間帯でしたか、はい、あの夜はあのやはり子ども小さかったので、うん、まずママと寝たいっていう希望があってそれはどうしても叶えてあげたいっていう気持ちがあったので一緒に大体九時9時から9時半ぐらいに寝て翌朝4時に起きてそこからあの子どもが起きてくる6時ぐらいまでの2時間の間にその机の前で寝て でないとできないような記述式の問題を中心に勉強しておりました。 なるほど、で、それ普通にあのう、勤務がある日も、はい、ということですよね。そうです,うです,うですなるほどですね。はい、やはり、まあ、あの早朝、まあ、頭働くとはいえですね。はい、いや、なかなかこれ4時に起きるというのは、これ、すごいと思います。<laughs> 僕、ちなみに、ここ数年4時に起きたことなんて一度もございませんけれども。4時ですか。はい、いや、すごいですね。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、で、このように、まあ、あの早朝に記述式のですね。勉強されてた鈴木さん。 なわけです。けれども、はい、こちら。ちと画面切り替えますね。今年の令和3年度の鈴木さんの司法書士試験の成績表になっております。はい、はい、でこちらですね、えー。午後の部記述式のところ努力が実った形ですね。<laughs> はい、順位22番となっております,、はい、りますこちら点数ですね。はい、不動産登記法の方が28点。はい 商業投棄法の方が29.5点、はいえー、合わせて57.5点というですねもう破壊力抜群の <laughs> 得点を叩き出されました。はい、でこれ、記述式、あのはい、こんだけ点取れたわけなんですけれども何、はい、かコツとかありましたかまずですねその 今年去年、一昨年ぐらいまではまずやっぱり択一から解いて記述に行くというオーソドックスなやり方だったんですけれどもちょっと私の性格上時間がないと焦ってしまってどうしても見落としだったり気合イスミスが多いということでちょっと事務所の,その先生に相談したところいやだったらもう,もう記述からやってしまえというアドバイスがありましてもう3年目結構、もう。 次、受験するかどうかぐらいの気持ちでいたのでうん、うん、じゃあもうちょっと賭けに乗ってみようということでまず記述から全部その前の模試も全部記述から始めるようにずっと特訓をして本試験までという,うん、うん、ことで,です。 今合格者の平均値である1時間、はい、1>, 1時間、1時間そうです、ね、1> みたいな時間配分ですかね、はいはい、なるほどでやはりこの午後の部の時間の使い方ってつはつ、い、合格のための,、はい、あのキーポイントになってくると思うんですけれども、記述式をこう先にやってしまうことのメリットとしては、どのような点が挙げられるでしょうかね、はい、やお昼休憩を挟んですぐなので、うん、あまり脳が疲れていない。うん で見落としが少ないかなというふうに思いますす、うんうん、そうですねこちらいろんな時間の使い方、まあ、これご覧の受験生の方もされていると思うんですけれどもやはりあの一発勝負の試験で、はい、まあ精神的にもまあ,ある程度追い詰められている状況下で御、はい、前の部も解いた上でということになります。でまあ 多くの受験生があの午後の部、たこいつから解くわけですけれども、はいね、やはり、まあ、あの頭がある程度疲労した状態で、うん、記述式の方にあ入っていくと、はい、いうことになりますのでふ、まあ、普段であれば解ける問題も、うん、ちょっとそのケアレスミスが多かったりなんかして、はいまあ、ちょっと点取りきれずにです、ねうん、終わってしまう方も多いわけですが、まあ、ぜひあのこの鈴木さんの戦略ですね <laughs> 記述式からやってしまう。 っていうのも一つのその時間の使い方のその選択肢として、はい、あのお考えいただければと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はいえ、それでは続きましてですけれども、も、はい、まあ、司法書士試験の勉強学習期間でだいたい。まあ3年、はい、4年というところだと思うんです。けれども、はいねはい、苦しかったことえ、そしてその克服,克服した方法とかっていうのはありますか？そうですね。勉 勉強からちょっと離れてしまいますけれどもやっぱり子どもたちとの時間を勉強に割くことでなかなか取ってあげられないというのがやっぱり精神的にとても苦しくてちょっと勉強に身が入らないっていう時期もやっぱりあったんですけれども。 でもやっぱりそうは言ってもやっぱりでも合格はしなくてはいけないっていう気持ちが強かったのでこの時間だけは例えば土曜日の午前中だけは子どもたちにだけに使うっていうふうに決めてその間はできるだけもう楽しい楽しいで過ごせるように頑張ってましたであのせっと同時に娘がその私に何て言うんですかねそのママが頑張ってるから私も頑張ろうと思うんだって言ってくれたことがあって。 それを吹っ切れたことがありました上の子さんですか今小学校6年生の上もしも割とそういうこと言ってくれる子たちだったので頑張れたかなと思います下の子なんて小学校二年生とかですよねえっと今四年生ですけど4年生ですそんなこと言うんですか言いますね割とやっぱりずっと見て何年も何年も見てたのでそうやって言ってくれるようになってはい 嬉しいですね。そうですね、ありがたいことです。ですね、はい。なるほど、なるほどそっかそっか、うん。なんかちょっと感慨深いことがありますけど <laughs>、ね、はい。ありがとうございます。はい、で、すみません。あの先ほどですね、はい、成績表をあの拝見いたしましたけれども、はい、こちらもちょっとお店したいと思います。<laughs> はいはい、こちらですね、す鈴木さんのまああのちょっとメモ帳みたいな、はい、あの。 ネタ帳みたいな感じですねこち,らどのちょっと色まで映るかなこれ青色と黒色、はいはい、区別されてるんですけれども、はい、基本的にここにあの書かれてる情報ってどのような情報なんですかね、はいえー、とウーレンとか公開模試とかで解いった問題で、うん、自分がちょっと分からなかったところ足を書き写す。 うんうん、書き写してもう一回読み直すように読み直しができるようにしたようなメモ帳ですこちら青色になってる部分というのは、はい、特にこう意識したい部分覚えたことでしょう,か、ねうですね、こあこういったあのちょっと大きさこれぐらいなんですけど、はい、非常に何ああていうか。あの 小さいサイズ、はいコまあ、コンパクトなサイズですよね。はい、非常にまあこちらの電車の中とかで,、まあでね、使い勝手いいでしょうし、はい、まあ特にその本試験直前期、まあ時間が限られている中で、うん、まああのあらかじめこうやって書き留めたものを一気に見るというのはですね、はい、非常にまあ効率の良い、はい、あの学習方法かなというふうに思います。はい、で、ちなみにまあこちらがですね、すみませんもう一度。はい <laughs> 直近の1年でその記述式の間違いノート的なものですかねこちらですよね。でいろいろ書かれてるわけです先ほどと同じくまあ青文字見えますかね皆さんまあ青文字の部分が特に意識したい部分ということでまとめられてるわけですけれどもまあこちらですね非常に実は。 これ不まあまあただ、これほとんどですね <laughs> これあのほとんどこれは白紙なんですよね、後ろの方で, <はい S 2> で商業統計法なんかに至ってはですね。まあ まあこれ本当に十,十数ページですかね,すねほとんどこのメモ帳のですね <laughs> 後ろの方も,もほとんど使われてない状況なんですね。はいはい、でこれあの最終の、まあ、合格した年度に使われてたその記述式の間違いノート的なものということなんですけれども、はい、やはりあのこれ今拝見いたしまして思ったのがやっぱり合格する人 やっぱりこう書き留めるべき情報量も少なくなってきているのかなというのを感じますね。あのまだまだちょっとレベルが上がっていない方というのは、まあ、あのこういったノート類作った時にです、ね、非常に莫大な量にまなりがちだと思うんですけれども鈴木さんの,この合格年度のこのノートですね非常にまああの量が絞られていて。 えすなわち、これはもうレベルがかなりまあ上がってきている証拠だと思うんですけれどもねちょっと話をそろますけれども、はい、このような記述式に関してはやはり僕も間違いノート、はい、自分も作ってましたしうん、うん、作るべきだと思うんですけどこれ実際どのような時間帯で読まれてました記述式の間違いノート寝寝、あのー、寝るるる前前前とかっってやっぱり 寝てる間に記憶が定着するっていう雰囲気あります。っていうので、はい。やっぱ寝る前とかに読んだり、なるほどなるほど。最近出たわけです。これパラパラね。やっぱこれいいですよね。このサイズ、すごいこのサイズがいいなと思って。このテキストとかでやっぱこれぐらいの大きさになるんで、ねこうやって寝ながらこうやりづらいと思うんですけど、非常にあのコンパクトでいいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。 それではあの最後になりますけれども、はい、あのこれから司法書士試験合格目指して頑張ろうと思っている、うん、まあこれをご覧になっている方々です、ねはい、に対する熱いメッセージをついいただければと思います月並みなんですけれどもあの過去がどんなものであっても現在と未来の自分は変えられると。 うん、私は思っています。うん、えっと今困難な状況にある方にこそぜひ頑張っていただきたいなと思っております。うん、あのこの司法書士という資格は人生をかけてでも、うん、あの取る価値がある資格だと思います。えっ、ー、と先生そして自分を信じて日々ですねちょっとずつ少しずつでも勉強を進めていって。 そうすれば、きっと目の前が開ける日が来るんじゃないかなと思っております。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、まあ、いい言葉をいただきました。あの過去がどんなものであって、も変えられるということで、<laughs> はいでね、いや、もう本当そうですよね。はい、あの、そう思います。やはり、まあ、あのシングルマザーという、まあ。あの世間的には、結構もう負荷のかかる状況かそ,、ねはい、その中で。 短期合格を果たされた鈴木さん、えー、この話を聞かれたですね、えー、皆様がいい刺激を受けて、で、あのー、合格に向かって、えー、進んでいただけることを願います。それでは鈴木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。